どうもカマスです。今日は約20年前のスパイクで、まあ、20年前のボールを蹴ってみたいと思います。まあ、状態としてはそれぞれ、まあ、当時多少使ってから保管していたみたいで、まあ、それほど、まあ、劣化はないんですけど、まあ、約20年前のものになるので、まあ、使ってみたらどんな感じかちょっと試してみたいと思います。今回使うのがこちらフィーバーノーバとプレデターマニアで、まあ、今から20年前の2002年の日韓ワールドカップに向けて発売され、まあ、カラーは違うんですけども、ベッカム選手や、まあ、宮本恒靖選手などが、まあ、その日韓ワールドカップで使用していました。今日も、スパイクマイスター浩平さんのブログを少しちょっとお借りして紹介したいと思います。まあ、こちらプレデターマニアは、まあ、2002年に発売されて、まあ、日韓ワールドカップで使用され、プレデターの中では、まあ、6代目のモデルになります。まあ、アッパー設計、デザイン、プレデターラバーともに一新され、まあ、終端の折り返し部分には初めてゴムが採用され、まあ、ロングターンを固定化しました。ヒール部分には新たに外付けのヒールカウンターを搭載し、優れたかかとのホールド性と安定性を実現。プレデターラバーはプレシジョンのラバー形状を継承しつつ、搭載位置をインフロントエリアにフォーカスしたことによって、まあ、インフロントキックのスピン性に特化したのが特徴です。プレデター自体は、まあ、人気がかなり高くて、まあ、2014年、17年、そして、まあ、2020年に、まあ、復刻版として、その当時の設計に、まあ、その時のアウトソールを組み合わせて復刻版として何モデルか出ています。ただ今回履くのは、まあ、復刻版ではなく、まあ、2002年その当時に発売されていたモデルを履いてみたいと思います。やっぱり天然革なので、まあ、やっぱ履いた瞬間のフィット感というか包まれる感じがしてやっぱりいいですね。このヒール構造、ヒールカウンターが結構自分的には、まあ、好印象ですね。この前足首のところが、まあ、結構開いてるような感じなんですけど、ヒール構造のおかげでそんなにかかとの浮きがないように感じます。
一通り履いてみましたが、まあ現在のプレデターというよりは、まあかかとのホールド感とかボールタッチの感覚的には、まあ今のクパセンスに非常に近いものがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ現在のプレデターのまあ特徴でもあるキック精度や安定性というコンセプトは、まあこの時からあって、ミューテーターやフリークのまあデーモンスキンのようにこちらもプレデターラバーが搭載されていて、そのコンセプトはその当時からま変わらないのかなというふうに思います。まあそんなプレデターも来年2022年のカタールワールドカップに向けて、まあ新モデルプレデターエッジが開発、まあ使用されています。まあ、こちらはアッパー素材のラバースパイクデーモンスキンがなくなって、2012年発売のプレデターリーサルゾーンのようなアッパー表面がまあ採用されるみたいです。